海の始まり第9話感想動画でございます。はい。いやもう悲しすぎる展開で耐えられないから、次回からエンディングでキャスト全員が笑顔でダンスするとかの救済演出が欲しいな。いやいらないいらない、逃げ恥みたいなやつででででででじゃないないらないいらない、そういうの頼むよ。ちょっと海恥ダンスとかいらないの、ね、海恥ダンス逃げ恥みたいに言わないでいやだからなんかさ、見終わった後にどんよりしちゃうじゃん。するね。どんよりドラマじゃん。だってこれ。だから海の始まり、僕はどんよりだったよ。どんよりはしてるわな。まあ今回で言うとやっぱりね、水木から弥生への手紙でしょう、やっぱり。まあそうね。いや、この水木から弥生への手紙はさ、ちょっとドデカ爆弾置き土産すぎるでしょ、これ。そうだね。なんかちょっと上からな感じがしたわ。ちょっと上から目線手紙な感じ。いや感じたよ俺も。だよね、なんかちょっとんんってなったよ。だってあんな手紙もらったら、それは弥生もさ別れる決断しちゃうじゃない。だっていつまでもさちらつくもん、水木の存在が。そうだね。だからもう完全に弥生さんの人生変わっちゃったよ、この手紙で。ぶっ壊れちゃったわけよ。うん。なんかこうずっと言ってますけど、こう亡くなった水木の気持ちとか思いがさ、こう残された人たちにさ一番影響を及ぼしてしまってるでしょ。そうそうそう。なんかそういうとこがね、やっぱ俺はね、水木やっぱり受け入れられないなってなっちゃうな。いや俺もそうよ。なんか今回の手紙でもなんかしっくり来なかったもんな。ちょっと上からな感じもするし、残す必要あったのかなっていうの、手紙を弥生に。夏には分かるよ、夏くんには分かる。その一応ね、親になる決意したら渡してってこう茜さんにも言ってたから、うん、まあその辺は分かるよ、その用意は。でもその夏くんの恋人さんへはどうなんだろう。ちょっと性格悪いよな、そのやり方。やっぱりそこは何も言わないでその人の好きにさせていいじゃん。そうそうそう、介入してこなくていいじゃんそこ。うん、なんか一言添えてくんなよって思うもんなは思っちゃうよね。うん、いやもうだからずっと動画で我々言ってますけど、はい、何度も言いたくないのよ俺はこれを、うん、だけどあえて言うけども、うん、水木は夏にさ連絡できたのにしないで、まあ、勝手に海ちゃん産んで自分で決めて、うん、で今度自分が命の危機になったら夏に直接伝えずに家までの生き方を海ちゃんに教えて、で角国へ甘い蜜吸わせて挙句振って、で夏の恋人である弥生さんにちょっと上から目線な感じで手紙書いてさ、こう自分以外の人からの好意はめっちゃ利用して、うん、そういうとこやっぱり理解できない俺は。そうね、もう何度でも言うよ俺これは。ちょっと大事なことなんでもう一回繰り返して言う。いやいやいいよ、分かるか分かるかあ、じゃあ言葉変えて言うからもう一回。なんていいよ。夏がもう2回も好きな人と別れなくちゃいけなくなったのも、弥生さんがやっと居場所を見つけられたと思ったのに別れなくちゃいけなくなってしまったの もう手紙を書いてもらえなかったっつのも全部水木のわがままから起きたことだと俺は思うんだよ。全部振り回されてる周りが。そうだね。いやでもね、俺今回はねちょっと言いたいんだけど、水木の手紙もそうなんだけど、茜さんよね。まあ夏はね弥生さんじゃなくて、まあ、海ちゃん取ったと、まあ、そこまでは分かりますよ。最後さ、お家に茜さん家行ってさ、海ちゃん迎えに行って抱きしめてさ、どうかしたのって言われた時にさ、二、うん、人で暮らそうと思いますって宣言するわけじゃん、うん、で何よりも優先して大事にしますって茜さんにこう宣言しました。そしたら茜さん一言、当たり前でしょって当たり前じゃねえからな。あ、加藤さん極楽の当たり前じゃねえからな当たり前ではない本当に。いや違う、あんたの娘がやったことでしょって。まず詫びろと、勝手に産んでたこと、黙ってたこととか、うちの水木がと。あんたの娘がこんなことしたから、夏もね弥生もお別れしなきゃいけなくなったわけだし、ちょっとあんたの子育てがそうだったからこういうことになっちゃったんだよと。いやだからもう本当にそうよ、その通りよ。当たり前じゃねえからな当たり前じゃないよ夏くんは本当に頑張ってるよ、その点に関しては。そうそうそう、弥生さんとの別れも切ないけど、もうしょうがなかった。これはお二人の、弥生さんの気持ちもあるし、うん、夏のね海ちゃんを大事にしたいっていう気持ちもあるから、しょうがないの。もう二人が選んだんだから、それを宣言しに行って当たり前でしょうは、うん、ちょっとなんだこいつと思って。そうだよ、もうちょっと二人で言いましょう、極楽の加藤さんで、せーの、当たり前でしょねえからな。いや本当。
いや、ほんとそうね。うん。いや、だからあれじゃないの、だから客観的に見たらさ、こういう状況になった弥生さんは良かったのかもしれないね。だから。ああ、そうね。弥生さんの人生を考えたら。そう。でもな、ここさえ乗り越えてれば、夏と弥生と海ちゃん3人のさ、この先長い人生が始まって、まあ、いろんな思い出とか、3人で更新してってさ、こう何十年と一緒に時を重ねられるはずだったのに、そうすればさ、大丈夫になった気もするんだよね、俺は。今さえ耐えることができれば。短いわけじゃん。まあ、最初の7年って、まあ、大事だけど、うん、その後3人でさ、いろいろ作っていって、いければなんとかなったとは思うんだけどな。まあでもな、どこかにな、二人でいたかったって言ってたからな、素直にな。そうなんだよ。うん、月岡くんと二人でいたかったっていうのはもう本音だから。まあ確かにな。なんか次回は二人暮らしに向けて夏動き出すみたいな。まあだから弥生さんと別れて自分一人で頑張らなきゃの、うん、夏のやる気が空回りしてくってなってくんでしょ、これ。空回りしてくのかな。転校したくないとか海ちゃん言ってたもん。はいはいはい、そうだね。不慣れなこととかわからないことに直面しまくって、夏がこうストレス溜まって海ちゃんにこうきつく当たったりしちゃうみたいな、一番その親としてやっちゃいけない、親のストレス子供にぶつける一番ダメなパターン来るよこれ。会社の同僚の先輩とかもなんか言ってたもん。ああ、ですよね。アドバイスみたいな。え、これ復縁あんの？復縁ないでしょ。だから弥生さんもなんか中途半端にさ、頼ってもいいからみたいなこと言ってたよね。それで頼りに行ったらめちゃくちゃダサいけどね、夏。いやだからもうあれだよ、もう今後の展開としては、実は弥生さんが夏の子妊娠してて、うん、知らせずに産んで、おい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 、7年後に弥生さん病気になっちゃって、で子供に夏の家教えて向かわせるっていうね。いや怖いな。で子供は男の子で名前は山くんっていう。なんだよ海ちゃんの反対、山くん。なんなのそれ。7個下の弟の山くんができるっていう。もう見なくていいよそしたら。もうでその頃には夏にも新しい彼女がいるんだけど、なんで同じことを繰り返すっていう。夏は何これ、世にも奇妙な物語を見てる。で最後タモさん出てきて、出てこなくていい。でもなんだろう、その復縁ないと思うけど、あるとしたらその弥生さんが妊娠してて産婦人科行ってノート読んでとかさ、海ちゃんが生まれてきたことに自分も実は関係してたみたいなの知ってさ、そっからこうまたちょっとこう連絡取ったりしてさ。いいいい、復縁いい、いらないいらないいらないと思うけどな。それブーブー言う人もいると思うよ、復縁の流れに行ったら。島田さんのように吠えちゃう人も絶対いるから。吠えてはないけどね。どうなんの、じゃあ終わりはもう最後海ちゃんと海辺で手つないで写真撮ってんじゃないかな、ラストシーン。角くんは、角くんはもう相変わらず図書館でビール飲んで。ビールは飲まないよ。角くんはもう図書館で営業中もビール飲むようになっちゃうっていう。ダメ人間になっちゃってるじゃん、廃れすぎちゃってる。なるほどな、うん、なんか俺の中ではもう終わったわ。終わった、うん、なんかもう終わったわこのドラマ。あ、弥生さんとも別れて、うん、夏くんがこう由美ちゃんを育てていくという決意をしました。そう、もう決着ついたなって感じ。もうフィンしちゃったんだよね。じゃフィンしちゃった完全に。あとはだってもうあと夏くん奮闘期でしょ。あの海の波打ち際で砂浜に書いたフィンって字が波でさらわれて消えるみたいな感じね。達成達成、終わり方。でもあと3話ぐらいあるからね。まだあんの、次が最終回だと思った。あ、違う、12話ですよこれ。あ、そうなのね。だから復縁あんじゃないかとか。あ、なるほど。その勘ぐっちゃうわけよこっちは。それじゃあちょっとあるかもしんないな。じゃあ角くんちょっと期待したいな、いろいろな。角くん、うん、なんか起きてほしいな、幸せになってほしいわ。確かに、実は水木から手紙あったっていうことにしたくて、角くんが手紙を自分で書いて捏造しちゃうみたいなシーン欲しい。いらない、いらない。俺ももらってたもんねみたいな感じで。誰に一番するんですよ。誰に対しての見えなのかよくわかんない。夏に対してよ。お前もらったみたいだけど、俺ももらってっからって言って、完全に角くんの文字っていうね。筆跡が角っていう。俺って書いちゃうっていうね、間違えて。ダサい。ダサいダサい。みっともないから、もう。じゃあ新たな恋ってこと、角くんが。まあ恋じゃなくてもいいけど、なんかちょっと前向きになってほしいなっていうね。ああ、じゃあ図書館の館長になるっていうね。うん、まあどうでもいいんだけど、あの図書館界の王になるっていう、その成り上がりを見せるストーリーね、角くんの。いらないいらない、どうでもいいよ。あの一緒に働いてた女の先輩が土下座するみたいな、最後震えながら土下座するみたいな、角くんに。いらない、そんな丈夫がない。図書館の方を返さないやつとかの不正を暴いていくみたいなね。
いらない。角劇場ね、角劇場。その不正を暴くって何なの、返さないやつの不正って。ただ忘れてるって。バイバイしてたみたい。裏でバイバイしてたみたいなね。どうしようもない。角くんの物語ね、うん、もうちょっとね、今回あんまり出てこなかったからスポットでもさ、やっぱさ、特別編を前回見たことによって、うん、角くんの見方が完全に変わったよね、出てくるたびに。そうだね、今回のもその手紙なくて、いや白鳥だなって言ったとこもなんか可愛らしかったし、よかったよかった、二人の関係性が知れたから。そうなんだよ、見方は完全に変わった、うん、あとはもうこれ以上茜さんを嫌いにならないようにみたいね。そうだよね、うん、海の始まりは嫌いになってもうだよね、茜さんのこと嫌いにならない出てください。本当にあっちゃん出てきた。あっちゃんが出てきたよ、ここで。前田のあっちゃん。だからその角のイメージは変わったけど、水木のイメージはやっぱ俺らの中では変わんないもんね。変わんないね。挽回はできないと思うよ、あと3話で。さすがに。そうね、確かに。弥生さんがとにかく辛い回だったのかな。一応でも自分のために決めたってことで。うん。だから夏も夏で。初めに弥生さんとそういう話をしてればこういう展開にならなくて済んだかもしれないもんね、うん、もう先に突っ走って海ちゃんの方行っちゃったから、最初にもう弥生さんのことは考えずにね、行動を起こしちゃってたから。で弥生さんもね、ほら子供好きとかさ、迷子の子の接し方とか見てて、うん、この人ならいいお母さんになりそうだって思ってたっていうのもあったからさ、どっかこう頼りたいみたいな、頼りになるみたいなのあった、甘えがあったわけでしょ、うん、弥生さんに対して。そこがねちょっと後回しになっちゃったみたいなとこもあんだろうからな。うん、まあでも全部悪いのは結局、いやもう水木だから。水木だもの、人間だものみたいに言ったけど、相田みつをみたいに言ったけど。一回島田さんの中で今回最終回になっちゃいましたけど、うん、一応あと3話セカンドシーズンも見守ってくださいよ。勝手にセカンドシーズンにしたけど全然ファーストシーズンだから。いやちゃんと見守りますんで、はい、皆さんと一緒に。だからちょっと皆さんもね、いろんな風に思う方が人それぞれあると思うんで、うん、ちょっとコメントで感想をいただければなと思いますんで、よろしくお願いいたします。はい、で今回の動画は以上でございます。また次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。